ペースより大変お世話になっております。学校であった怖い話実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。さあ、6週目、細田さん異例の5パート目突入ということでですね、あれだよね、6話7話系を除くと一つの話で5パート使うって多分ないっすよね、今まで新井さんとかね、結構4パート使う常連ではあったんですけど、異例ですよ異例中の異例ですね。前回は虫ルートをね、最後に残っていた虫ルートを全部一旦見切ることができたんですけど、非常に3択が多くてですね、多分また頭から2回ぐるってやれんだわなので今回はそれをやろうと思ってるんですけど、虫ルートを選びますね。体育館脇にある、今は使用禁止になっているトイレに虫の霊がいると。これだったね、最初に聞かれるのね。嫌いなものに対して近づかないタイプなのか、それとも殺してしまうタイプなのかっていう質問で、でも殺してしまうタイプは選んでないんですけど、岩下さんとかねこっちのタイプかもしれないよね。殺してしまうタイプですね。うわ、君って見かけによらず残酷なんだねそうね、殺してしまうからね。僕は君に嫌われないようにしなくちゃね。あはははは、何がおかしいのかね。でね、その彼もそうだったんだよ、うん、虫が嫌いすぎて絶滅させようとしている男の話ですよね。で、結構虫との戦いの日々は続いたんですけど、ついに彼は最後の手段に出ましたと。どうしたかっていうところで2番は選んだんですよね。残っているのが虫のボスを見つけようとしたと、想像もつかないか。想像もつかないっていうと、どっちかに合流しそうじゃない？先にこっち見とこっか。想像もつかないね。想像もつかないだろ？大体そういうやつがさ、普通じゃないってのはわかるよね。まあね。普通な僕たちにわかるわけないんだよ。そうね。我々はちょっとね、霊感が強いだけの普通な少年ですからね。彼はね、あの虫たちをいぶして殺そうとしたんだよ。いぶすのはなかったんじゃない？選択肢には。蚊取り線香を持ってね。平和？ガソリンよりはいいよね。まだ常識の範疇な気もするけど。猪野くん、笑っちゃダメだよ。人間だって火事で煙に巻かれて死んでしまう人はいるだろう。まあ、そう考えたらちょっと残酷かな。虫だって同じさ。彼はいっぺんに殺すなんていうやり方はしない。じわじわと虫が苦しんで死ぬ方法を取ったんだよ。彼は蚊取り線香を持って夜中の学校に乗り込んだ。もう、バカにしやがって、殺してやる。一匹残らず皆殺しだ。そんなことを何度も何度もブツブツとつぶやきながら。夜の学校の描写とかは同じかな？ああ、この辺から違いそうだな。自分が最後に外に出る出口だけは残しておいて、他の窓は全部外側からガムテープで目張りをしたんだ。煙が逃げないようにね。彼は息を潜めトイレに足を踏み出した。すると、いつもと感触が違う。ああ、ブニブニしてんだっけ。この当時はあれなんですかね。バルサンとかはまだなかったんですかね。95年ぐらい。今だったらバルサンとか使いそうだけど、蚊取り線香でいけんのかな。クモとかムカデとかも倒せるんですかね、蚊取り線香で。ここまで来たからにはもう一歩も引けない。半分意地になってしまっている彼だった。彼は蚊取り線香を20個20個も持ってきてたんだ。いっぺんにまとめるとライターで火をつけた。つけるとこまでいけんの？暗闇の中でライターの炎が赤く彼を照らした。蚊取り線香に火がつき、あたりに煙が立ち込める。バーってなんか一斉に動きそうじゃない、虫が。彼はそれをトイレ中にばらまき、自分は外に出ようとしたんだ。ところが彼が踏みつぶした虫の体液で床が滑ってしまって
うまく歩けない。そんなことある？どんな体液なんだ、虫。蚊取り線香の煙に反応した虫たちが、身もだえしているようにざわめくのが彼の耳に聞こえる。うわ、もう絶対嫌なんだけど。想像もしたくないわ。まるで自分に対して呪いをかけているような、そんなざわめきだった。うわぁ！彼は怖くなって叫んだ。必死に逃げようと彼はもがいた。そして気づいたんだ。彼が動けないのは虫たちに足を捕まえられているからだってことを。ねえ。彼の足にはすでに、桃あたりまで虫で埋め尽くされていたんだよ。そんなに？彼はもう動くことさえできずに虫に飲み込まれていったのさ。まあ次の日、彼を発見した人は言葉を失ったよ。トイレにガムテープがベタベタ貼ってあって、なんか線香臭いんで変だと思ったんだよね。え？わあ、やいやい。君か。ミイラみたいになっちゃうんだよね。大きく開いた口には死んだ虫がいっぱい詰まっていた。恐ろしいな。で、それからはトイレを壊そうとしても工事の関係者に悪いことが起こるようになってしまって、壊すこともできなくなっちゃったよっていう話があって、今の話を信じるかどうか。これはね、3番を選んだんですよね、前回はね。力強く信じてみる。信じますよ、もちろん。そうかい？僕のことを信じてくれるんだね。嬉しいな。僕自身もそのことを信じているんだよ。はいはいはい。友達の話だよね。で、こっから細田さんの友達である津田圭一くんの話になっていきますと。あれ？津田くんの呪いの内容が変わった気がすんな。たまたまあのトイレを使ってしまった津田くんは、ジョローグモに操られてしまうんですけど、ものすごい勢いで弁当箱の中のものをかっこんでいる。屋上でね、細田さんが会うんですよね。僕は手を振って近づいていったよ。おい、津田くん。あれ、弁当はさ、普通だったんですよね、前回見たとき。弁当は普通で、弁当食べもせずトンボを食べてたんですけど、よっぽどうまいものを食っているのか。それなら僕も一つもらおうかななんて思いながら近づくと、彼はもう弁当を食べ終わってしまった。何食べてたの？最後の一口をもぐもぐ言わせて食べていた。なんだ、もう食べ終わったのか。よっぽど美味しいものを食べていたんだろ？津田くんがあんなに美味しそうに食べるなんてさ。僕は彼に向かって言ったんだ。彼は、うん、もっと早く来ていれば君にも少し分けてあげたのに。美味しいんだけど食べにくくてね。何食ってたの？トンボ弁当ですか？と言って口をまだもごもごさせていた。いっぺんに食べるんじゃなかったよ。そして彼は口から何かをペッと吐き出したんだ。何？僕はさっき食べたものを戻しそうになったよ。彼が吐き出したのは蝶の羽だったんだ。蝶々食ってた。そして彼はおもむろに植木鉢の花に止まっている蝶をパッと掴んだ。そして蝶の羽を一枚ずつむしり始めたんだ。食べんの？蝶はもがいたけれど、最後の羽をちぎられた瞬間、彼の口の中へと消えていった。羽は食べないんだ。トンボの羽はちょっと食べられないのかなって思うんですけどね。蝶の本体部分だけ食うんだな。蝶は粉っぽいけど内臓がうまい。そうなんだ。もうお腹いっぱいだ。僕は先に教室に戻るからね。ちょっと違うね。前回見たルートとちょっと違うな。で、ある日、科学の先生に、そんなちょっとやばそうな津田くんと、準備室に行って器具を運んでくるように頼まれ事をしてしまうと。ネバくんだったらどうする？美味しそうに蝶を食べるようなやつと二人きりになりたいかい？前回別の人に、してもらったんですけど、ケベを使って。一緒に行くと変わるかな？ルート自体は変わんないかな？でもさ、先生に名指しで呼ばれたんだし、この人とは一緒に行けませんなんて言えないよな。まあ、言ってましたけどね、前回。本人の手前もあるしさ。一緒に行くんだ。廊下を気まずそうに歩く二人。僕は神様にお願いしたよ。どうか変なことを彼が言い出したりしませんように。
細田くん、最近僕のこと避けていないかい？僕のこと嫌っているの？津田くんは僕に向かってボソッとつぶやいたんだ。全くこんなお願いを神様にするんじゃなかった。そんなことないよ。何バカなこと言ってるんだい。早く準備室に行こうよ。僕は焦って言った。ああ、科学準備室。準備室にはいろいろな器具が置いてある。ココアですよね。部屋はとても狭い。先生に三脚とアルコールランプと石綿を持ってくるように頼まれていたんだ。石綿、非常にあれですね、時代を感じますね。アスベストですね。早速トイレに、トレイにそれらの器具を詰め込んで準備室を後にしようとして、ほんとさ、二度とトレイって言わないでくれる。お願いしますよ、マジで。一刻でも早くこの密室から出ないといけないと思ってね。前もあったよな。すると出口に津田くんが立って僕を見つめているんだ。さっきから僕の行動をずっと目で追っていたらしい。なんすか、例の餌を見るような目つきでね。僕は思わず後ずさりした。やっぱりそうだ、さっきの嘘だろ。僕のことを確かに避けているね。津田くんは僕から目を離さずに言った。彼は笑っている。獲物を追い詰めたような笑いだった。そしてゆっくり僕に近づいてきたんだ。僕は蜘蛛の巣にかかった虫のように身代ぎもできなかった。それが津田くんにも分かっているようだった。焦りもせずゆっくりとゆっくりと近づいてくるんだ。細田くん太っていて美味しそうだね。どんなものを食べたらそんなに美味しそうになれるんだい。彼は確実に僕の方ににじり寄ってくる。保健室で対面した時は細田さんが身をよじらせることでね、状況を打開したんですけど、今よじってもな、まだの変な動きをしている人だもんな。僕はとっさにアルコールランプに火をつけようとした。しかしマッチを入れ忘れていたらしく火をつけることができない。もうダメだ、僕もあの虫たちのように彼の餌になるのか。そう思った瞬間、どこから入ったのか鬼ヤンマが彼と僕との間に割って入った。何鬼ヤンマ、普通の鬼ヤンマ、怪物。鬼ヤンマとはトンボだが、普通のものよりかなり大きく、黄色と黒の縞のある肉食の大型昆虫だ。かなりでかいですよね、鬼ヤンマはね。その鬼ヤンマはしばらく彼を見ていたかと思うと、突然彼の首に食らいついたんだ。あ、そういうこと。昆虫だからか、今の津田くんは昆虫と認識したってこと。鬼ヤンマが、ヒッ、彼は声を漏らした。だけどそれはすぐに彼の首から離れたよ。その鬼ヤンマの触手には確かにジョロウグモが捕まっていたのを僕は見た。あ、津田くんに噛んだわけじゃなくてジョロウグモを捕まえたのか。そしてそのままどこかへ飛んでいってしまったのさ。かっこいい鬼ヤンマ。助けられたってこと？鬼ヤンマさんに。どこかでゆっくりと食べるんだろうか。それよりも津田くんは、津田くんは僕に襲いかかろうとしたその姿勢のまま止まっていた。僕は逃げたよ。津田くんのことを放ってね。教室に戻るとまだ授業中だった。先生は僕が真っ青な顔をしているんで驚いていたよ。倒れる？倒れるんだ。流れとしては大体同じだね。病院に運び込まれて、なぜか隣にいるんだよね。なんでいいんだろうな。津田くんも入院してるわけじゃないんですよね。細田さんを追ってきたっていうことか。で、その時僕はどうしたと思う？前回戦ってもらったんだよな。巻き込み力発揮しちゃう？看護婦さんに助けを求めてみるか。僕は看護婦さんに助けを求めたよ。大声でね。すぐに看護婦さんは駆けつけてきてくれた。やられない？大丈夫？今考えるとナースコールで呼べばよかったのにね。その時はそんなことは考えられなかった。どうしました？僕は看護婦さんに今までのことを全て話した。津田くんは？当然信じてくれるはずがないよね。そんなバカな話なんてさ。津田くんもその場にいんの？僕は精神安定剤を注射されたよ。こいつ狂っとるって思われたってこと？どのくらい僕は眠っていたのか、目を覚ますと隣のベッドには津田くんはもういなかった。もう夜らしい。まだ消灯にはなっていなかった。
看護婦さんが来た時には津田くんはいたってこと？ということは今9時前か。そしてふと天井を見た。うん。もう一度目を凝らしてみた。確かに今ジョローグモがあそこに。僕はまんじりともしない夜を過ごしたよ。翌日、津田くんがお見舞いに来てくれた。めっちゃ来るな、津田くん。細田くん大丈夫かい？彼は心配そうに僕に言った。僕は彼と目をまっすぐ合わすこともできない。気まずい沈黙が流れる。僕は彼に思い切って尋ねてみたんだ。津田くんさ、僕を食べてみたいと思うかい？なんだよこのセリフ。津田くんはキョトンとしていた。あ、え、治ってんの津田くん。そして大声で笑い出したんだ。あっはっは、何を言い出すんだよ。細田くんは頭がおかしくなっちゃったのかい？え、なんで？雲倒してなくない？笑う津田くんはいつもの津田くんだった。あの目じゃなかった。僕は安心して長いため息を漏らしたよ。津田くんは急に真面目な顔をして言う。はいはいはい。数日間の記憶がないっていう話ね。なんでジョローグモから解放されたのかがよくわかんないな。津田くんは普通に戻った。一件落着。今でも津田くんは普通に学校に通っている。元気で。だ時々虫を見るときあの目をしてうまそうにした舐めゼリーするんだ。後遺症ですよね、これはね。全然大丈夫なやつです。で、もう一回聞かれるんだよな。あのトイレにまつわる話を信じてくれるかい？津田くんに会えば信じるかもしれないって言ったんだけど、どうしようかな。信じないって言ってみる？ちょっと今のだけじゃ。なんで津田くんが戻ったのかもわからんし。そうか、いいよ。別に信じてくれなくても。じゃああのトイレに一人で行ってくれないかな。え？だって信じてないんだろ？僕はトイレの外で待っていてあげるからさ。これで本当に行ったら面白いけどな。何かあったら僕が助けてあげるよ。やっぱり自分で体験した方が信じることができるってものさ。ああ、さすがに行かないのか。戻されて終わる感じか。なるほどね。ちょっとこの話、ボリュームすごいっすね。虫ルートもう一回頭からやって、で、三択の選択肢でまだ選んでないやつを潰していこうか。変わるかなこれ。虫のボスを見つけようとした。彼はね、虫のボスを見つけようとしたんだ。どんなボスが頭張ってんのかね。この虫の大量発生の原因は虫の元締め。虫の元締めってなんだよ。虫の元締めが命令しているんだと勝手に決めつけてね。そしてある日の放課後、虫のボスを見つけるべく、彼は例のトイレまで行ったんだ。そして虫が大量にうごめいているトイレを棒で引っかき回しながらね。気のせいか、棒で虫を引っかき回していると、どんどんその量が増えてきているような気がした。なぜなんだ、彼はつぶやく。便器の中や掃除用具入れや洗面台の中から溢れるように虫が湧いてくる。だんだん日も暮れて、彼はトイレの電気をつけてなおも探していた。そこはトイレという空間よりも何か得体の知れない生き物の胃の中のようだった。ボスは出てこないのかな。一体こいつらのボスはどこにいるんだ。虫の王ってなるとなんだろう。ヘラクレスオオカブトとかですかね。カブトムシ系であってほしいな。彼は我慢できずに叫んだ。するとトイレの明かりに引き寄せられたのか、大人の顔ほどもある、うー、一匹のガが飛んできていた。でかいガか。ガは彼の周りをゆらゆらと飛んで、まるで彼をバカにしているように見える。お前がボスか、と言って自分の顔に向かって飛んでくるガを棒切れで叩き落としたんだ。ちょっと武器が弱いね。叩かれたショックでそのガは鱗粉を撒き散らしながらベチャッと床に落ちた。え、ボスが撃たれた。プリッと張っていたガの腹は今は無残に潰れて黄色い内臓を飛び散らせていた。まだピクピクと羽を痙攣させている。それを見ながら彼はここのボスを倒したんだという優越感に浸っていた。トイレの薄暗い電灯にガの鱗粉がキラキラと光る。雪が降るように鱗粉が舞い落ちている。その時彼はだんだん自分の体が痺れていくのが分かった。毒の粉か。しまった、あの鱗粉のせいか。
彼はそう言い終わらないうちに倒れてしまった。リアルなポケモンバトルとか多分こういう感じなんだろうな。目の前がだんだん暗くなり、意識が遠のいていく。遠のいていく意識の中で、彼の目の前には潰された蛾がうっすらと見えるだけだった。彼は死後3日ほどで発見されたらしいですよ。だいたい翌日でしたよね、今まではね。ちょっと違うな。死因はトイレで足を滑らせて転んだ時の打ち所が悪かったんでしょう。ということだったんだけどね。え？虫とか残ってないの今回は。その時の彼はすごい状態だったらしいですよ。なんでもね。なんか口調が細田さんじゃなくて新井さんになってない？バトンタッチしてない？腐りかけた彼の口の中から、さなぎから、さなぎから羽化した何匹もの蛾がバサバサと羽を広げていたそうだよ。彼の顔の上をダンスするようにぐるぐる回りながらね。何ダンス？気持ち悪い話だろう。なんか、全部嫌だね。いろんな死に方しますけど、虫編。おしなべて全部嫌ですね。で、この話を信じるかいっていう選択肢で、これどうしたんだっけ?2 回聞かれるからな。ここはまだ選んでないのは2番ですよね。信じない。そうだよね。自分の目で見なきゃそんな気持ち悪い話信じられないよね。僕もそうだった。稲葉くんと同じだったよ。でもね、今は違う。僕は信じているよ。どうして信じるようになったのかって?そうだよね。友達の話になるんですよね、こっから。津田くん。呪われてしまった津田くんのお昼ご飯の描写、変わるかな?弁当食ってんね。トンボをね、食べるときはね、お弁当には手をつけてなかったんですけど。何食ってんの?うわ、絵が来んのかよ、これ何?ハエ?うわ。蛾じゃないんだ。彼が食べていたのはハエだったんだ。弁当箱には山盛りのハエが入っていてね。うわー、やばい。これはきつい。僕がそばにいるのが分かっているのに、彼は一心不乱になって食べていたよ。ハエはやだな。それで弁当箱いっぱいのハエを平らげると、とても満足そうに口を拭い、ため息をついたんだ。そして僕を見た。どうしたんだよ、細田くん。僕は立ちすくんでいるのが不思議なようにそんなことを言うんだ。弁当箱の蓋を閉めると僕の横を通り過ぎ、下へ降りていった。食文化ってさ、結構デリケートっていうかさ、なんか、ある地域で普通に食べるものも、他の地域では、それはないっしょみたいなの結構ありますから、なんか、ね、ちょっと難しいんだけど、でもハエはやだ。ハエはやだな。一番きつかった。細田さんは、津田くんと、バトった結果、入院してしまいましたと。入院してる細田さんの横に津田くんが現れたよっていうとこで、じっとするを見てないですね、まだね。どうなるかな?僕は声が出せなくてじっとしていた。津田くんの目はあの目だったよ。あの餌を見る目で僕を見ていた。どうしたの細田くん。まさか君まで病院に入院しているとは思わなかったよ。松田くんも入院しているのかい?でもベッドは隣同士でよかったね。そう言って笑うのさ。さっきまでの津田くんとはどうも様子が違った。え?もう治ってんの?だから僕思い切って尋ねてみたんだ。津田くんさ、僕を食べてみたいと思うかい?ああ、大丈夫だね。あはは。何を言い出すんだよ、細田くんは。頭がおかしくなっちゃったのかい?まあ、これだと、あれですね。保健室で、一匹潰してんだよね、クモ。だからまあ、そのクモを倒したら、元に戻ったよっていうことなのかもしれないけどね。多少の後遺症は残ったものの、まあ、万事解決ですと。異常なしですと。どうだ、稲葉くん。これで君はあのトイレにまつわる話を信じてくれるかな?最後の選択肢だね。ここは1番をまだ見てないんですよね。信じましょう。
そうか、ありがとう。信じてくれるんだね。人づてで聞いた話なら信じられないかもしれないけれど、僕は自分でそれを体験したんだからね。そうそう、津田くんあれ以来、え？変なシミができちゃってね。消えないんだって。え？解決してなくない？呪われてんじゃないのまだ。小指の先ほどの小さい蜘蛛の、ん？小指の先ほどの小さい蜘蛛の形をしているんだ。どこにできてんのシミ？幻影旅団的な感じ。今度、彼を連れてきてそのシミを見せてあげるよ。見せられてもって感じだけどね。なんかそのシミが1ヶ月ごとに体のいろんな場所を動くそうなんだ。かっこいいね。かっこよくない？あれも後遺症なのかな？それとも。いや、大丈夫さ。あの時あの雲を退治したんだからね。まあね。病院で戦ってるともっといっぱいいたんですけどね、雲は。これで僕の話は終わりだよ。7人目はまだ来ないね。見れたね、これで全部ね。すごいな。最後にさ、この、次へのね、つなぎとして雰囲気作りまでしてくれますからね。どれだけできる男なんだっていう。どんだけできる人なんだよ、細田さんは。話もね、非常にボリュームありましたし、話の構成もね、すごい練ってきてるなっていう多重的なね構成でね、過去編友人編っていうね、で場合によってはツアーもあるからね、なんか実力を見せつけられたっていう感じがしますねやってほしいこと全部やってくれたなっていうね感じですけどね多分今こうものすごいね包まれてると思うんだよね、異様な霊気に。岩下さんがこの流れで岩下さんですからね。どうなるんだろう。ちょっとね、どんな感じの6話7話になるかね、想像もつかないですけど、超楽しみですね。はいじゃあ今回はここまでにねしておきましょう。次回6週目、最後の語りで岩下さんの話に入っていこうと思います。ではありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。